現在開催中の全豪オープンで気になることがありました。なんでマレーは正々堂々プレーしたのにこんなブーイングを受けなければいけないんだ。うるさい。皆さんが静かになるのに 0.5 秒かかりました。ごめんなさい、次行きましょう。キリオスも観客に一体うーなんだと問いかけます。実況はこれはブーイングのブーではないと言っています。これはキリオスだけではありません。ここまで聞くと勝ったのにブーイングってなりますよね。一体これは何なのか見ていきましょう。元ネタはクリロナのゴールパフォーマンスです。他のチームやスポーツでもやっています。シューが正式な発音みたいです。これはオンライン授業中にクリロナの試合を見ていたんでしょうね。これは完全にやらかしましたね。でゲームにもなりました。ブーイングと比較してみましょう。つまりこれはブーイングではなく観客がクリロナの真似をしているだけです。これは声援なんです。でもブーイングのように聞こえちゃうんですよね。これに対しメドベージェフは全豪観客は IQ が低いと言っています。まあ紛らわしいですからね。そんなこんなありながら全豪オープンはベスト8まで決まりました。ジョコビッチがいない中誰が優勝するのか楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。